皆さんおはようございます。福岡市議会議員の鳥目正樹でございます。今日はですね、今から自民党の総裁選挙への投票を行います。自民党総裁選挙の投票は郵便投票で行います。うちの家族の分も入れて2票ありますので2票投じたいと思います。今私は後援会事務所におります。ここすぐ出たところにポストありますので今から入れに行きたいと思います。はい、こちらにポストがあります。はい、確かに高市早苗さん2票書いてます。今から投じます。高市早苗さん頑張れ。